毛利さんちへようこそ。ちょっとなんかファサファサして近づけないんだけど、すいません、ちょっとまだ寝起きで目が覚めておりません。声出てな出てな。はい、ということでですね、今日はですね、あと浅井ちゃんがマジカルチーカワのあの新宿店抽選が当たりまして、はい、行ってきてもらうんですけども、うん、一人で行ってくる。なんとね、本当にちょうどその時間ね、うん、仕事になっちゃって私、うんうん、なんで浅井ちゃん一人でちょっと参戦してきてもらうので、浅井ちゃんにカメラを託して、あ、その中にね、うん、GoPro が入ってますね、うん、あ、かわいいね、かわいい。これは前あのポップアップで買った時のやつですね、うん、東京駅でね、うん、一人で参戦ちょっと緊張するけど、うん、頼むわ。まあ、買ってきたものの購入品紹介はね、家で二人でやろうかとは思いますけれども、うん、なんかちょっと酔っ払ってるみたいだね。眠くて大丈夫、俺今必要なこと喋れた？うん、大丈夫だと思う。カメラグワングワンしてるかもしれない。カメラごめんなさい、皆さんちょっと頑張って支えてるんですけど、グワングワンしてるかも。申し訳ねえ、ね、申し訳ねえ。ということで、じゃあ、さやちゃん、うん、気をつけて参戦してきてください。行ってきます。29度だって。やば、暑い。行ってくるぞ。行ってらっしゃい。マジカル、マジカル、マジカル。原宿に着きました。お誕生日のステッカーがもう1枚欲しいのと、ちいかわ観光の何かグッズがあれば欲しいなと思って、ちょっと原宿に来ました。どんぐらいキジーランドが並んでいるのでしょうか。ガチャをするのには並ぶっぽいけれど、入店はすぐにできそう。行ってみよう。これ可愛かったんだよな。この辺の通常商品は並ばずに買えるっぽい。ただいま戻ってきました。あ、そっか、それ始まりだ。そう、もう毛利さんち朝眠いけどやったから、忘れてた、ようこそやったから。そうだそうだそうだ、ボンバーヘッドから。はい、もう 目覚めましたよ。さすがにね、もう夕方だから。もう、そうだね、夕方もう6時も過ぎてるし。はい、目覚めております、はい。で、まあ、マジカルの様子は今見てもらった感じで。なるほど。店内の様子とかね。はいはいはい。あ、よかったね、店内。うん、すごいよかった。ごめんね、俺、すいません、今、あの、全くまだ見てないです。はい。この後編集します。その時に見ます。うん、すごい可愛かった。うん。広く感じた。あ、そうなんだ。店自体も。ま、何、坪数とかは東京駅の方が大きいかもしれないけど、うんうんうん、同じぐらいかな。でも入る人数がやっぱり少ないから、うん、ゆった割とゆったり見れて、あ、よかったね、うん。ここのマジカルで買ってきたものは、うん、まあ、成木くんが欲しいって言ってたもの、うん、私がちょっと欲しかったものと、うん、あとお友達に、あ、そうだね、そう、プレゼントというか買ってきたもの、うんうん、になっております。それもね、紹介していいってことだったので、うん、合わせて全部紹介していこうかと思います、うん。で、まず成久くんが欲しかったのが、はい、ステッカーね。そうですね、ステッカーですよ。
あまりマジカルに関係ないものをこう、うん、ね、マジカル前東京駅で結構がっつり買ったから、そうだね、うん、まあマスコットとかも昔のマジカルのやつも欲しいんだけど、うん、初代のやつも欲しいんだけど、まあとりあえずまあ、うん、一応常設店でまあまだあるから、うん、まあ慌てなくてもいいかなっていうのと、うん、まあそれよりもステッカーの方が今欲しいので、うんうんうん、途中優先しました、うん、はい、じゃあ紹介はね僕の方がやっていきます、はい、なんせ、ね、このテーブルの距離が遠くてね、私じゃ届かない、はい、僕の長い手じゃないとカメラまで持ってこれないので、はい、僕は、はい、僕もここで初見です、うん、あのねシールはあのたくさん買ってます、すごいいっぱい買った、うん、すごい量ありますので、うん、ちょっとまあテンポよく紹介していこうかね、いはい、じゃあまず1枚目、はい、はい、トイレー何今の、トイレーってどっか行っちゃった、流されたトイレ流されたびっくりしたぞよ、そこ音程外れちゃった、うん、トイレトイレ、はい、すごいかわいい、これトイレは欲しかった、もうトイレのシールはね、うん、もうあの先に言いますけど全種類買いました、うん、かわいいですね、ちいかわちゃん、はちわれちゃん、うさぎさんこれね何がいいって3人とも全員ちょっと真顔なところ、やっぱトイレ行ってニコニコするなんてありえないじゃん普通、あの自分で考えてもさ、ね、このニコニコしながら用なんか足さないじゃん、間に合ったあの安堵はあるかもしれないけど、でもそれでも笑わないよね、笑わないじゃん、ね、そう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 、やっぱそこはちゃんと忠実に再現できてるのと、うん、まあ、あと不思議なのはこのね足ついてないのに落っこっちゃうね、落っこっちゃうし、まあね、ちょっと汚い話かもしれないんだけど、足つかないのにどうやって踏ん張るんだろうっていうなんで台の設定なんだよあ、そうだね、確かになんでだよでもちょっと不思議に思ってしまいました、はい、はい、ということで4枚目いきます、うん、はい、あ、あ、出た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 、これ最近ね X でちょっと前に出た、うんうんうん、タヌキのやつですね、絶対絶対タヌキだもん、はい、3人の集合バージョンですね、うん、5枚目、はい、あ、そうだ、このねタヌキのこの踊りの詳細を説明しているシールですね、うんうん、2段階沈み込む絶対絶対本当に絶対なんですよ絶対なんだね、はい、じゃあ6枚目いきます、はい、じゃん、あ、いいですね、ちいかわソロのタヌキですね、うん、お腹をポンって叩いてます、これはねもうあさえちゃん絶対絶対絶対グッズにしてください。絶対2段階ね。絶対絶対お願いします。続いてですね、はい。出たー。ピーマン肉詰め。ピーマン肉詰め8割。これは可愛いよ。これね、とんでもないよね。とんでもない。長野先生の発想とんでもないよ。とんでもないよ。ああ。大体しかもこういうの詰められるのチーカーの役目じゃないのか。確かに。でも何の違和感なく。わーわーってならず入っちゃうのが8割だね、そうだねで、この流れでこれね、はい、ピーマンから脱出したくてうーって言ってんだけどピーマンがこうゆら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 して出れない様子の8割なにこれ、かわいすぎるだろう、ちょうどいい感じにゆりかごになっちゃうんだろうね、そうだね、うん、はい、次、あ、霜焼け、霜焼け対策の靴下だ、そこピックアップするかいっていうところが可愛いよね、冬の時期にね、うん、長野先生がこれ絵で出してたけど、うんうん、いやこれね可愛いんだよね、うんしょうんしょはい、じゃあ次よっ、あ、出た、うん、これモモンガに肉まんよこせって言われてるのを、うん、いやこっちが偉いね、ちゃんと嫌って言えて偉い、よかった、取られなくてよかった、偉いよ、うん、次出た、これね、これ香箱って言うんだっけのかな、これ、ね、猫の座り方なのかな、ちょっとね俺らこれ猫のことあんま分かんなくて、こ、香箱座り、うん、っていうの、のかな、いや本当に香り箱とかじゃないの、ちょっと分かんない、間違ってるかも、ちょっとごめんなさい、あのお詳しい方、うん、正しい読み方、香箱で合ってるか教えてください、うん、これね、スフィンクスとはまた違う可愛さがありますよね、うん、この座り方、うん、でも8割は猫じゃないんだよね、そうだね、うん、はい、じゃあ次、あ、出た、息アップ、はぁ、下克上、これね、あの、わかります、これね、小学生の時にね言ってる男の子いるんですよ、息アップって言えなくて、息アップ息アップって、へー、
これね、すっごいね、いいとこついたなと思って。なるほど。てか、私そもそも息アップっていうのがわかんないんだけど。息アップって。まあ、息って、まあ、あの、ゲームとかでさ、うん、マリオなんかもそうだけどさ、ほら、一回死んでもさ、うんうん、こう、ライフが。そう、ライフがあれば、それ、その一個のライフを一気っていうの。で、ほら、あの、緑のキノコ取るとさ、あの、ワンナップって出るのわかる？マリオとか。なんかわかるか。まあ、要はライフが増える。うんうん、だ一気が、増える。アップする。あ、一気アップ。もともとゲームの世界にある言葉なのね。ゲームの世界にある言葉、そう、そうだね。あさえちゃんはね、ほとんどゲームやってこなかった人だから、ちょっとね、これあんまりよく意味わかんなかったんだよね。わかんない。一気アップ。うん。すっごい、俺はこれね、めちゃくちゃ共感します。そうなんだ。うん。男性の方がもしかしたら共感するかもね。ゲームとかよくやってた人とかだったら。最後かな。このサイズは最後。このサイズ最後。はい、これ最後、栗まんじゅうの禁止、あの禁酒の時ですね、うん、あのたまたまね免許があのお酒の免許がねトカゲに取られて、うん、それでね禁酒させられてしまって、うん、これはねあの栗まんじゅうはですね我々のお友達がですね、うん、推しなので、うん、あのこれはプレゼント用に買ったシールでございます、うんうん、かわいい、でもこの禁酒シリーズのあのさあ、ねうん、白黒でガーンってなってるやつとかは、うん、推しじゃないけど普通に欲しいなって思った、うん、あれかわいい。で、もう一個ちょっとでかいシールがあるんだよね、うん、これも、うん、あのお友達用に買ってきたやつで、はい、これマジカルのあの3人の悪い方ですね、はい、いや悪いの可愛いね、悪いの可愛いよね、うさぎがさこんな、うん、目細めてるのが信じられない一番違和感だよね何か悪いもの飲んじゃったね、うん、かわいい。この大きさ珍しいよね。確かに確かに。うんうん、いいね、これ、うん。パソコンとかに貼るのにもいいかも。確かに。かっこいいよね、ちょっと。うん、なんか、ロックバンド感もちょっとある。あ、確かに、これ、あの、黒い T シャツとかに印刷したらかわいいけど。確かに。これでシールは全部かな、うん。はい。いっぱい買いました。もうシールだけで結構な数だね。はい。次ですね。はい、これですね。はい、カブちゃんのマスコットですね。うん、これも、うんお友達に依頼されてたやつですね、うん、かわいいよねカブちゃん、うん、他の子と違って一回り二回りぐらいちっちゃい、そうだね確かに、うんはい、超ついてます、かわいい、かわいいねカブちゃん、このマジカルってさタグもさリボンかわいいよね、タグの方がでかいよ、確かに確かにかわいいね。で、最後ですね、うん。これもお友達用ですね、うん。はい、トイレのタオルですね。いやー、トイレめっちゃかわいいよね。いや、わかるわー。他にもさ、うん、なんかあの、なんだっけ、壁に貼る、あ、ウォールステッカー。これね、カゴ、ウォールステッカーカゴに入れてる人結構いたよ。買おうかね、うん、悩んだんだけどね。あれもかわいい。まあ、とりあえず一回ステッカーさえ確保しとけば、うんうんまあ、なんとかなるだろうと思って、そうあのステッカー拡大印刷してお家で貼ればいいかなと思った、そうだね確かに、うん、できなくないからね、うんうん、はい、これはタオル、でもタオルいいね、うん、かわいい、トイレ行った後にこのタオル使うのがいいね、うん、これちいかわさ知らない人見たらめっちゃシュールだろうね、トイレが書いてあるハンカチって何って思うよね、確かに、買ったものは全部ですか、買ったものは全部で、はい、ガチャガチャがあったんですね、おー、そうだ。大福に聞いたところ、バッジが欲しいと。そうですね。缶バッジとアクリルチャームがあって、うん、合わせて6回までできる。うんうんうん。2種類。だから3回3回できるけど、まあ、缶バッジだけやってきました。はい。で、上下であって、私、あえての下でやって、2回やったんだけど、3回目出なくなっちゃって、1回は上でやった。ってものがこちらです。缶バッジ、確かね、ちょっとラインナップざっくりしか見てないけど、うん、まあ狙いとしては、まあもちろん C8。あとみんなで映ってるやつだから、ね。そうだね。あとさ、あれ、これ違ったかもしんないけど、なんかあの、チーカワとあの、黒いチーカワがいて、ハチワレが、あれ、どっちが本物みたいに言ってるのがあった気がする。あまあね、今回僕行ってないから、負の要素は少ないはずなんで、陽の要素しかないから。どうだろう。でも僕開けちゃうから大丈夫かな。ここですり替わっちゃう。ここですり替わっちゃうかもしれない。いいですかじゃあ、うん。じゃあ、1個目いきますよ。せーの。はい。あ、逆向きだ。せーの。はい。あ、栗まんじゅう。あ、だこのさ、栗まんじゅうのこの酒とばの剣がいいよね。よね、確かにカッチカチで痛そうだな。一人だけステッキじゃないんだよ。確かに。剣なんだよ。マジカルなのに。
よし、じゃあ2つ目いきまーす。せーの、はい。また逆だ。せーの、はい。あ、ちいかわー、やったー、星が出たー。かわいい、キラ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 。じゃあラスト3つ目いきます。せーの、はい。うさぎだー、うさぎー。これは出なかった、かぶらなかったけど出なかった。あさりちゃんがやるとほんとかぶらんね。かぶらなかったのはよかった、かぶらなかったのはよかったね、うん、で買ったものはこれで以上で、うん、はい、あのガチャは含まれないんだけど、うんうん、合計金額、まあ、2200円ごとに1枚カードがもらえて、今回ね計算してなかったんだけどジャスト6600円だったの。すごいよねということでカードが3枚もらいました。前の超マジカルチークやった時にも同じものが多分配られてたと思う、うんうん、多分それだと思います、うんうんうん、前回の時は4枚確かゲットできたんだよね、うんうん、確かあの時はキービジュアルのやつとチーハチウサルとかだったと思うんだよな、うんうんうん、ちょっと後で確認しましょうかね、うん、じゃあ3枚確認していきましょう。まず1枚目こちら、はい、あ、モモンガ、モモンガ、ハートがきらめいている。俺モモンガさあ、これ買ったよね。そう、あのねマジカルチーカー行った時にチーカーとハチワじゃなくてね、チーカーとモモンガのぬいぐるみあの時買ったんですよ、うんうん、ってぐらいマジカルのこのモモンガ超かわいいのよ。かわいい、ステッキもかわいいよね。うん、おー、いい ね、 いいね、持ってないから嬉しい、うんうん、じゃあ2枚目いきます。せーの、はい。あ、ウサギか。お、ウサギかぶってるかもしれない。かぶっているかもしれないね。うん、ってことは多分これの順番のところ8割か、もし順番通りなら多分8割だと思う、うん、思うな。確かに。いくよ、せーの、はい。あ、やっぱそうだ。おー、あ、じゃあやっぱ順番に並んでんだね、基本かもしれないね。うん、うんうん、おー、いいね。うんうん、モモンがとりあえずゲットできたのは嬉しい。嬉しい。これで以上ですか。でですね、まあ私の中でのメインイベントといってもいいものがですね残ってまして、はい、はいはい、私なんでわざわざこう今ねゴールデンウィークの時期に激戦の、うん、なんか応募したかってやつですね、ちいかわとハチワレちゃんは5月1日生まれで、ちいかわハチワレちゃんのお誕生日のステッカーがお買い物すると1枚もらえるって、これが欲しくて抽選にね、抽選だったり先着だったりいっぱい応募してたんですよ。はいはい、してもらいました、はあ、これですか、はい、嬉しいですね、うん、ではお披露目します。こちらでございます。キラーキラー、ハッピーバースデー。二人とも5月1日生まれなんだよね。うん、下にここに51って書いてありますね、うん、このノベルティのシールは嬉しい。かわいい、かわいい、いいですね。めっちゃキラキラしてる、ね、なりきくんの好きなノットフォーセールシリーズですね。大好きです。しかもこのねシールのね、うん、ノットフォーセールは特に好きです。あ、そうなんだ、はい、へー、あの前東京駅のあの一番街のさ3階あったやつとかさ、うん、ああいう系とか大好きなんで、これは嬉しいです。ありがとうございます、うん、でね、うん、このシールね、うん、1枚じゃやっぱ不安だったのよ、うん、もう1枚欲しいと思って、うん、でもマジカルチーカーはもう1回しか入れないわけじゃん、抽選だって。あ、そりゃそうだね。だから近くの原宿行ってまいりました。おお、お待ち原宿も行ってまいりました新宿行った後に行ってきたの。え、近いですから、電車が運んでくれますから私のことを。ありがとうございます。ねえ、私てっきり先着とか抽選とか、うんうんうん、もう事前予約してないと入れないのかなと思ったら普通に入れて、そう、そこで行ってやっぱシールが欲しいからって言って、うん、だからあんまここでは買ってない。あ、じゃあこれ普通にお買い物すればもらえるシールか。そうそう、いくら以上で1枚とかじゃないから、うんうん、まあステッカー1枚とかでももらえるから。なるほどなるほど。買ってきたものがですね、まずはこちら、はい、これ俺欲しいって言った新発売のやつだ。クリアファイル。そう、これも可愛いよね。これね、モモンガ、いろんなね可愛いモモンガいるけど、うん、モモンガだけじゃないです。このチーカーがなんかこのね怪訝な目で見てるこのチーカーが俺結構ツボで、うんうん、これがいいんですよ。で裏はですね、うん、はい、そーっと拒否するか。そう、これ
何か欲しいかなと思って買ってきた。ありがとう。クリアファイルコレクターだし。はい、クリアファイルコレクターなので、うん、ちょうど今日はあのキャンドゥで、うん、あのクリアファイルを入れる用のファイルを買ってきたんで、フォルダー買ってきた。はい、また補充してきたんで、うん、入れられますね。入れられます、ありがとうございます。うわー嬉しい。これでシールもらってきたわけだ。もう一個あるんですよ。え、はい、買ったものもう一個あるの。はい、じゃあ行きますね、うん、せーの、はい。あ、出た、浅井ちゃん。ほんと浅井ちゃんなんだよね。腹が減りすぎてちょっと具合が悪いんだよ。これ浅井ちゃん、ほんと浅井ちゃん、もう超浅井ちゃん。そんなに言って大丈夫？超浅井ちゃん。ちょっと言い過ぎたごめんね。おにおいみたいになっちゃうから。でも浅井ちゃんお腹すくとね、結構機嫌悪くなって、うん、なんかちょっと気持ち悪いとかって言うもんね。浅井ちゃんちょっと元気なさそうだったら食べ物与えてあげれば大丈夫、うん、そうだ、うん、じゃあ今日はあれなんだね、原宿ではもうモモンガセットだ、うん、モモンガセット、モモンガ好きとして買い物してきました。かわいい、やっぱモモンガもかわいいよな。かわいいんだよ、あのね、男の人がぶりっこの女の人にこう分かっててもハマっちゃうっていう気持ちが分かるよ、モモンガ見てたら。そうだよね、うん、自分で可愛いの分かってるもん。そう、可愛いもん、うん、で可愛いんだもん、可愛いんだもん、それはやっぱり押し出していかなきゃ。可愛いんだもん。 そしてゲットしました。なるほど、うん、あ、本当だ。じゃあ都合2枚ですね、あ、嬉しい。やったー。やっぱノットフォーセールはね、うん、予備が必要です。この一人で買い物行ってきてくださったんですね、うん、そう、初めて一人で行ってきた。ありがとうございます。初めてのお使い。初めてのお使い。間違ってないよね、買ったもの。大丈夫だったよね。大丈夫だと思います。東京駅で間違えちゃったから。はい、そうだね。だからすっごい携帯で何度も確認しながら買い物した。しかもあれだよね、これやりながらアベールのネット注文もしてくれた。そうそうそう、これ言おうとしたの、うん、なんかあのアベール1時からだったじゃん、うん、そうだね。原宿レジがえげつなく並んでて、うん、レジ自分の番が2番前ぐらいで57分だったの。あー、どうしよう、絶妙。後ろの人どうぞってやろうかなとも思ったんだけど、うん、譲ったところで繋がらないっていう可能性はあるじゃん。あ、まあまあ確かに、賭けだと思って普通に会計して、でスムーズに終わってお店出たら58分だったの。間に合うと思ってやってって、サイトは普通に繋がったの、うん、だけどアベイル家の近くにないから、うん、郵送にしなきゃと思って、今まで島村は店舗に取りに行ってたから、うんうんうん、クレジットカードの情報登録とかしてなくって、あ、で住所とかも登録してなくて、はい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 、で、はーって入力してなくならないから、あか、いけたと思って注文確定しようと思ったら、成木くんが頼んでた一つのものがなくって、え、なんでだろうと思ったら、発送の日が違くって2回会計をしなきゃいけないってなって、それでまた戻るとかしたらまたカードの情報消えちゃって、ファーとかやってて、かわいそう。でも結局注文できたんだ。あ、よかった。だけど島村グループだったから普通に島村で受け取れるんだって。え、そうなの。それ知らなくて普通に U パックにしちゃって。あ、悔しいね。悔しい。送料かかっちゃうんだ。そう、1個目は送料かかって、で2個目は、あ、気づいたんだ。気づいて店舗受け取りにできた。なるほど。しかもさ、うん、あれなんでしょ、なんかさっき LINE で言ってたけどさ、マジカルチーカー並んでたらさ、そう、視聴者さんに声かけられたんでしょ。そうなんです。私そんな特徴ない人間なんですが、成木くんが多分なんか分かりやすい特徴があるから、そうね、2人でいると森さんちですかって分かりやすいと思うんだけど、私一人でもう声が聞いていただいてですね。お、しかもですね、このちいかわメインになる前から見ていただいているという方で、このチャンネルを、ええ、ちいかわメインになる前って相当前よ。ほんと相当前から、まだ登録者100人とか、いか全然いてない時だと思う。いや本当にね、ありがとうございます。今もね、あの、応援しますって、応援してますって言ってくれ、頑張ってくださいって言ってくださって、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。なんかこうさ、調子乗るわけじゃないけどさ、うん、本当ありがたいことにさ、うん、なんかこう声をかけられる頻度がすごい増えたよね。結構イベントとか、うん、ショップに行くと結構な確率で動画見てますとかね、うん、この間もゲーセン行った時とか声かけてもらったりとか、うん、いや、めちゃくちゃ嬉しいね。嬉しい。あの、全然
気軽に声かけてください。芸能人でもなんでもない。なんでもないんで。食べたりしないので大丈夫です。食べたりしないんで。大丈夫。あの、お腹減っても、さっきみたいに、あの、こんな風に怒ったりしないから。大丈夫です。あの、ちゃんと、あの、対応してくれると思うんで、朝井ちゃん。はい、大丈夫ですので、はい、皆さんご安心ください。安心ください。はい、はい、ということでですね、今回はですね、まあ、朝井ちゃんに一人で新宿のね、うん、マジカルチーカーのお店に行ってもらったのと、うん、その後原宿行ってもらって、うん、でこんなにね、いろんなグッズを買ってもらって、まあ、見事このお誕生日シール2枚ゲットすることができました、はい。まあ、最近ね、新商品が結構出てるから、うん、あの皆さんもね、多分あのいろいろ買った方いらっしゃると思うんで、私たちはこういうの買ったよとか、うん、私僕こういうの買ったよとかっていうのあったら、皆さんぜひよかったらコメント欄に残してってください、はい、教えてください、共有しましょう、うん、共有したい、あ、始まるだはい、じゃあこの動画良かったと思った方、グッドボタンお願いいたします。あしてチャンネル登録もお願いいたします。では、毛利さんちでした。またねー。バイバーイ。ちなみに、2日後は、朝江ちゃんの誕生日でーす。